はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく2時になろうとしています。まったりとちょっと暑い、扇風機かけましたね。はい、千代田区27度でございまして、この部屋もうちょっとで30度ですね。 29.555 ぐらいですね。はい、いやー暑いわ。さて日経平均でございまして、マイナス592とやや下げ幅を広げております。ドル円で頑張ってるんですよ。 144.676 で膠着状態という感じですね。その他はですね、香港もまあうにゃうにゃしてますね。マイナス11。はい、その他は特に大きな動きはないですね。このアメリカの金利がね 3.794 ですけど、ちょっと動きすぎやん、あんたらという感じですね。はい、注目ドルウォンでございますけど、これは面白い、ほんまに1435来ましたね。まあ、今日また1440台に乗せるのかなと。まあなんか一生懸命さを感じますけどね。官銀さん頑張ってねという感じです。知らんわそんなんと。さて、今日ね、今日になっていろんなニュース出てるんですけど、この玉川徹さん、はい、テレ朝の羽鳥モーニングショーでこう喋ってます社員コメンテーターですね。私も身近で見たというか、一緒にコンサートでございますけど、この方がおっしゃったことでちょっと波紋が広がってるようでございまして、これは今日の11時36分ザクザクでございます。夕刊フジ、玉川徹氏電通発言謝罪も問われる責任、菅前首相による国葬弔辞めぐりテレ朝モーニングショー野口健氏退場処分検討。野口健さんって山登る人でしょ。今産経新聞に書いてありますけどね、あれなかなか面白いですね。まあ、ちょっと言いましょうか。テレビ朝日系の情報番組羽鳥慎一モーニングショーに出演する同社社員でコメンテーターの玉川徹氏59。あの人59なん、僕より1個したかな、いや同い年かな、よくわからんけど、が29日の放送中、安倍晋三元首相の国葬国際葬で、菅義偉前首相による弔辞に関し、過去広告大手電通が入っているとした発言について、事実ではありませんでしたと訂正謝罪した。テレビ放送は国民の共有財産である電波の使用免許を得て行っている。玉川氏の責任の取り方が議論になっているって。まあまあちょっとした絶賭でしょうね、これはね。羽鳥モーニングショー先週の木曜日やったかな、出ましたよ、22日やったかな、出ましたよ、久々3年ぶり、同じスタジオには入れてもらえませんでした、私。かや先生が、かや経営さんやったかな、経営財学者かな、がスタジオに入って、私は別室で帰っていいって。はい。まあ、出ました。あれね、今でも言われますよ、出てましたでしょうって。この前ね、行きつけの焼き鳥屋に行ったんですよ。そしたらそこのおかみさんみたいな人がですね、翌日に出てましたよとかって見つけたらしくって、で、あーとか言われて、はい、すいません出てましたって。まあそういうことある。よー見てますね、あれ皆さんね。あそこのねマスターも見てましたね。あれはすごいわーと、羽鳥さんすごいわと思いましたね。28条同番組で羽鳥慎一アナ251若いやんが、菅さんの弔辞が一番刺さったと語ったところ、玉川氏は、僕は演出側の人間ですから、テレビのディレクターをやってきましたから、それはそういうふうに作りますよ、政治的意図が匂わないように制作者としては考えますよ、当然これ電通入ってますからねと発言したと。まあ僕は玉川さんでもそう言うたかも分かりませんけどね。まあでも確証がなかったんですね。翌日の放送で玉川氏は、この発言は事実ではありませんでした、さらに電通は全く関わっていないことが分かりました、関係者の皆様それから視聴者の皆様に訂正して謝罪しますと述べた。ネット上では謝罪を評価する声もあるが、菅前首相に謝罪すべきではないのか、今までの発言は信用できるのかとの批判も。まあね、NHK 出身者で自民党の
和田政宗参議院議員はツイッターでテレ朝はどう責任を取るのかと投稿。アルピニストの野口健氏は余計なお世話ですが退場処分を検討すべきではとツイートしたと。これで終わってます。やん勘弁したげえな、そんなやんと僕は思いますよ。というのはね、私もねあまりに評判が良かったんで、その日やったかな、家帰ってね、YouTube で見たんですよ、菅さんの弔辞っていうの。めったにそんな見ない人間なんですよ。でもあまりに評判がいいな、見てたので、最初から最後まで聞きました、 YouTube で。まあちょっと滑舌悪かったやんっていうのは、この昨日か一昨日のメールちゃんは動画に入れましたけど、中身は良かったですね。それなりにきちんとよくまとまっていたと思います。で、どうでしょうね、私が知ってる菅さんがですね、ご自身で原稿を書かれたとは想像しにくいですね。そんなにこう理路整然とですね、こうストーリー立てて物事をおしゃべりになる方でもないし、そういう原稿を書きになるという印象もない。から多分そのやっぱり補助の人間が、介助の人間といいますか、簡単にはスピーチライターがいたと思いますし、どうでしょうね、普通のスピーチライターならあれくらいのことは書けると思います。逆に私が依頼されてもあの程度は書いたと思いますね。あれを書くにはどの程度の作業が必要かと言いますと、まず菅さんに、そうですね、2、3時間、まあ2時間でいいと思いますけど、じくっとお話を聞ける、で腹を割って話していただけるという作業が一つと、その後スピーチをまとめて、その原稿のやり取りに2、3回必要だと思います。スピーチライターはあくまでもその方のお気持ちを文章に、スピーチ原稿にまとめるだけの仕事なんですね。本来その人の肉声であるべきものをですね、整えるというのがスピーチライターの仕事でして、まあ、それは我々ライターも同じなんです。基本的に同じなんです。それを読んでみてですね、喋った時にどう響くかというのが加わるのがスピーチライターですね。で、明らかにあれはプロの原稿なんですね、私から見ると。だから玉川さんも同じ印象を受けたと思うんですよ。明らかにあれはプロの書いた原稿で、それをまあ、ただね、プロが書いたからといってね、それは菅さんが言ってないことは言ってない、絶対的に言ってないんですよ。全部菅さんがね、こう2時間なり3時間の打ち合わせで、俺はこう安倍さんにはこういう経験が、こういう体験があったり、あの体験があったりやということをおっしゃって、山形有朋の本もですね、ご自身で話されたと、その原稿学長に話されたと思うんですよ。でそれをまあ引き出したねライターも偉いと思いますよはっきり言って、できちんとまとめて、最後は菅さんもこれでいいって納得して、それで原稿がまとまったと思いますし、あれはその素人がですね、書ける内容ではないと思います。でもね、スピーチライター書いたからって言ってもね、さっきも申しましたけど、ご本人の声なんですよ、結局は。それをうまくまとめてるというだけの話だって。で玉川さんは多分それを電通が絡んでるからというふうにおっしゃったんでしょうね。テレビ局の人間にとってね、電通っていうのはね、あんまり好ましい連中ちゃうんですよ。っていうか、電通自体はあらゆるところにあんまり好ましい連中ではないんでしょうね。クライアントだけはいいですけどね。クライアントの一部の人だけはね、好ましいと思ってるかもしれませんが、あんまり好ましいイメージを世間に与えていないわけであって、それはテレビ局も同然であって、玉川さんもそれに連なる感覚をお持ちであったのかもしれませんと私は想像します。でも見事なスピーチではありました。そこにプロが絡んでると考えても誰しも考えるでしょう。私もそう考えます。まあまあのもんやと。ただ別にね、このなんていうか、俺にできひん仕事だとは思いませんでした、あれを見て。はいはいはい、そうね、ふんふんふんと。超越素晴らしいというようなことではなくて、きちんと仕事をする人がきちんと仕事をして、やったんやなというふうに思いました。でもあれはやっぱり全国放送されましたんでね、羽鳥さんの心に刺さったように、心に刺さられた人はいっぱいいると思います。で玉川さんは、まあ、言うてみりゃね、玉川さんテレビのディレクターやったわけでしょ。で言うてみりゃ同じような仕事なんですよ、私もね。広告のディレクターであって今は物書きですけども、要は表現者なわけですよ。だったら電通が腕っこきのライターを連れてきて やらしたんやろうと考えても、それは不思議じゃない。ただちょっと先走っておっしゃりすぎたなと
電通やって言うてしもたんがですね、あ違いましたって後で言わなあかんという、まあそういうところで追い込まれてるんだと思いますね。だから別に退場するまでは退場するほどのことではないと思うんですけどね、私として。別に彼のことをかばうわけではないですよ。別に好きでもなんでもないし、そばで見ましたからね私は。でも別にまあそこまでではないと思いますね。ただあのね、スピーチライターが書こうかどうしようはね、再々言いますけど、あれは菅さんの お気持ちなんですよ。それが上手にまとまっていたというだけの話なんです。そこのところをね、皆さんは誤解なきようにしていただければなぁなんて個人的には思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。